沖縄バス株式会社は、沖縄県那覇市泉崎に本社を置き、路線バス、観光バス事業、不動産賃貸事業を営む企業。琉球バス交通、那覇バス、東洋バスと並ぶ沖縄本島の民間乗り合いバス会社4社のうちの1社である。通称は、沖バス。新塗装の観光車両には、リゾートクルージング、沖縄バスラインズや、 沖縄バスラインズと書かれている。沖縄県においては、琉球バス交通に次ぎ、第二の規模を持つ会社である。沖縄本島のほぼ全域を運行範囲とし、東村を除く沖縄本島の全市町村に路線を持つ。那覇と名護を結ぶ路線や北部支線において、前述の琉球バス交通との共同運行路線を多く持っている。沖縄本島には、 民間の乗り合いバス会社が同社を含め4社あるが、その中では、全歴も含め、唯一倒産していない。なお、現在第一交通産業の子会社となっている、琉球バス交通、那覇バスはそれぞれ上都前の琉球バス、及び那覇交通時代に、民事再生法の適用を申請し、倒産を経験している。戦後各バス会社で使用されたトラック改造バスの、 冷戦前には、沖縄本島に、いくつかのバス会社が存在しており、那覇名護、那覇首里館などにて営業を行っていたが、沖縄線により関連施設、機器はすべて破壊され、会社も事実上すべて消滅した。戦後のバス事業は、1947年に差し木村場店に開設された公営バス管理所による、バス事業が始まりである。これが、 沖縄バスの前身であり、同年8月18日に運行開始した。路線は知念を起点とする名護屋線、名護東線、瀬岳線、与勝線、島尻線と、名護を起点とする、辺土名線、本部半島線の7系統であった。また、使用するバスは、米国政府から借り受けた軍用トラックにホロをかけ、板の座席を取り付けただけのものであった。 1949年8月頃に営業所を指しき、村場店から那覇市麻都に移され、唯一の県民の足として、重要な役割を果たし続けてきたが、1950年3月末頃に廃止され、1950年4月1日に、設立された民営バス会社である沖縄バスに引き継がれた。なお、同社が設立された後の1950年から、 翌年にかけて沖縄本島内に相次いでバス会社が設立された。最盛期には14社が存在し乱立したが合併、統合が進み、1974年までに4社体制へとなった。沖縄バスと東洋バスは創業以来、多バス事業者との合併を一度も行っていない。1990年以降は利用者の急激な減少により、 同社を含む多動業者との統合計画が持ち上がったがすべて白紙となっている。2002年にバス統合準備室を設置して進めた統合計画の内容は比較的経営状態の良い観光部門は各々の会社によって引き続き営業を続け乗り合い部門のみを統合した新会社を設立するというものであった。経営悪化に苦しんでいた琉球バス。 那覇交通、東洋バスの3社は同意したが、沖縄バスは4社の中で最も経営状態が良く、また残る観光部門のために支払われる資金の少なさに残りの観光部門の会社も倒産すると反対した。4社の合意によってのみ統合するという決まりを立てていたため、統合は白紙となり統合準備室も閉鎖された。この1ヶ月後に、那覇交通が 民事再生法を適用し、一年後には、第一交通産業グループに営業上とされた、ことにより、新たな統合計画は、今のところ立てられていない。那覇バスターミナル付近にある、沖縄バス観光部を奇襲点とし、沖縄本島内の観光地を巡る観光バスである。乗り合いバス扱いで、コースが固定されている定期観光バスと、 完全予約制の募集型企画旅行扱いで、コースが一定期間ごとに変更される企画旅行コースが運行されている。定期観光バスは以下の2コース、各1便が運行される。A コースは沖縄本島南部の沖縄ワールドや沖縄戦石国定公園などを回り、B コースは本島中、北部の海洋博公園や名古パイナップルパークなどを回る。 空席があれば予約なしで乗車できるが予約客が優先される。かつては、本島最北部のヘドミサキを回るコースも設定されていたが現在では取りやめている。ツアーバスについては公式サイトを参照。三十六番糸満行七百三十社、三菱 m p 1 1 7 k 十五番名古行七百三十社、三菱 m p 百十七 M 無過去にあった。 JR バスカラー。側面のツバメのイラストや全部、後部の JR マークが特徴。三菱、KCMS829P 実車関連会社の沖縄不送自動車が、三菱不送の販売代理店であるため、車両はすべて三菱不送制に統一されている。これは、自社発注車だけでなく、譲り受け車においても適用されている。なお、以前は、 本島の乗り合いバス会社の中で、三菱不走製のバスを導入していたのは、沖縄バスのみだったが、2000年代に入り、琉球バス交通と那覇バスも導入したことで、現在では4社中3社が保有している。沖縄バス設立当初は、GMC トラックのバスと椅子ズボンネットバスを、保有していたほか、沖縄不走自動車が、 三菱不走の販売代理店となる前の1960年代には、一鈴車を導入していた。読谷村コミュニティバス、大鳥バス専用車3台と、南城市、コミュニティバス、N バス専用車7台が、日の自動車製のポンチョである。一般路線車として、大型車のエアロスター及び中型車のエアロミディを、保有する。1990年代までの自社発注車両は、 出入口が前扉のみの仕様であるが、譲り受け車には前中比や前後扉配置の車両もある。中扉部分はステップを板などで埋める。あるいは中扉を撤去して側面窓を設置した上で座席を増設して使用している。塗装は白地に青色濃淡のストライプで1984年以来譲り受け車はこのデザインとなっている。2004年からは 沖縄本島発の新車ワンステップバスを投入したが、車椅子の乗車に対応するため、全中必使用での導入となっている。これ以降毎年ワンステップバスを導入しているほか、2013年からは、県の一括交付金による、大型、中型ノンステップバスも導入されるようになった。ちなみに、中型ノンステップバスの導入は、沖縄本島発である。 同社が新車で投入したワンステップバスノンステップバスは従来車と異なりエアロスターのサンプル車のデザインをそのまま流用している車椅子対応車両は車椅子での乗降のため中扉も機能するが中乗り前降り方式の一部路線を除き車椅子を使用しない乗客は 前方の出入口より、ベビーカーは、折りたたんで乗降する。譲り受け車にも車椅子対応車両もあるが、ノンステップバス以外の車両については中扉を塞いだ。上で座席を増設する改造が施されているため、車椅子対応車両ではなくなっている。それらは従来通りの塗装である。1978年7月30日の、 交通方法変更に伴い導入された、いわゆる730車については、1台が2004年に車体更新を受けて、動態保存されている以外は、本島の路線バス事業者では、最も早く、置き換えを完了した。譲り受け車を導入することで、経年車の置き換えを促進しているものの、保存車を別にすれば最も古い車両は1986年式で、 平均車齢は16年を超えている。胴体保存されている730車は2016年に、板金補修に合わせて、収益当初の青色濃淡に、赤帯の塗装に戻された。2020年9月現在は39番、南上線で日曜午前に運行されているほか、大型連休や7月30日など、不定期に、特定の路線を決めず特別運行という形でも、 運行されており、その他の日でも、事前相談が必要であるが、車両整備や運転して配などに支障がない限り、貸し切り運行に応じている。行き先表示方向幕やサボに表示する行き先、経由地のうち、あざかく数の多い一部の漢字をカタカナで表記している。例として、焼けメ、名イ那覇、おやけケハラ、ヤスゲメ、へンノイになどがある。カデナ、 小羽倉などのように、カタカナだけで、表記されている行き先、経由地もある。おもろ町駅前広場行きの行き先表示幕やサボにて、おもろ町駅、おもろ町、おもろ町駅前広場が表記され、月城の町駅の行き先表示幕にて、月城の町、ガッツ、白の町が記載されているが、サボでは、ガッツ、白の町で統一されている。また、 親やバル行きの行き先表示幕にて、親や原、親や原が記載されているが、サボでは、親や原で統一されている。ただし、新車ンステップバス導入以降、カラー対応デジタル行き先表示器の導入が急速に進み、主要経由地一箇所に、目的地とシンプルな表記に改められている。また、全面デジタル表示下部に小さめではあるが、 ローマ字表記も併記されている。沖縄本島のバスでは、前面窓左側下部に経由地を示した表示板が置かれることがあるが、沖縄バスの場合は、この表示板の表示が、例々よしになっているものがよく、ある。これらについては、行き先表示の LED 化が進んだため現在では、わずかしか見られなくなっている。車内案内放送かつては八トラテープ方式から、 レゾナントシステムズ製の音声合成装置を使用していたが、現在は静機電気製作所製の音声合成装置、運賃表示器を使用している。なお、運賃箱メーカーの小田原機器とセットで導入したため、各機器に小田原機器のシールが貼られている。沖縄バスで初めて音声合成装置を採用したのは2004年に36番。 糸満新里線用に導入したワンステップバスである。これが沖縄本島発の音声合成装置の導入となった。それ以降、一部の車両でも音声合成装置を搭載するようになるが、2008年4月25日の定期更新の際にハチトラテープを更新した車両も多数あったが、音声合成装置への切り替えは順調に進み、 最後まで8トラテープ方式であった8 7 2 8 7番、7.8番に使用される車両も、経路変更のタイミングで音声合成装置に切り替えられた。2015年の起きか導入に合わせ、運賃箱の更新が行われ、そのタイミングに合わせ、運賃箱と連動可能な運賃表示器、音声合成装置の取り替えが行われた。系統設定は、 運賃箱の乗務員用液晶操作パネルで一括で設定可能となっており、従前の各装置での設定が不要となった。と整理券発行機は出発ごとに手動での設定が必要となる。音声合成導入時から自停留所放送時のチャイム音はなく、すぐ次はとなっていたが、2016年4月下旬の放送内容定期更新に合わせる形で、 一部車両において電子チャイム音が追加された。運賃箱2009年頃にレシップ製 n f 3を全車へ導入したが、2015年4月からの IC カード置き換え対応するため、同年2月より順次小田原機器製の RXFTS 型運賃箱へ機器更新。乗降方式路線によって乗降方式が異なる。 貸切車についてはほぼ毎年新車を導入している。大型ハイデッカー貸切車については、エアロバス系二代目エアロバスエアロエースを保有する。エアロバス系は1978年の交通方法変更時に採用された青色濃淡、ツートンカラーに赤帯のデザインである。二代目エアロバスとエアロエースは海をイメージした鮮やかな青色地に、 イルカマンタハイビスカスのイラストを入れたデザインでマンタ号と呼ばれる。旅行会社と契約してオリジナルカラーとなった貸切車もある。過去には JR バスに似たデザインの JR グループ契約貸切車もあったにも存在した。各1台保有するスーパーハイデッカーと中型観光バスはマンタ号カラー。小型貸切車は白地に青、赤のストライプのデザインである。 首里駅イオンハエバルショッピングセンター間、シャトルバス専用車として、マンタゴーカラーのローザが一台ある。那覇空港リムジンバスは、貸切車と、同系、同色ながら、乗り合い用途扱いの車両が使用される。貸切色のエアロバス系のほか、マンタゴーカラーで、行き先表示器を備えた、エアロエースもある。111番、117番高速バスには専用車が、使用される。 エアロバス経過し切り車に高速バスの表記などを追加した車両や他社からの遺跡車に独自塗装を施した専用車があり2019年には高速バス専用のエアロエースも導入された。那覇市史料編第3巻参戦後新聞に修正1、那覇市、ピアニッシュも92、93。とんしたバス統合上倍収学傍聴が裏目に琉球新報を。 2003年5月1日、とんざしたバス統合、した経営環境は日々悪化琉球新報。2003年5月3日、沖縄バス Facebook より、沖縄バス Facebook より2014年7月3日、沖縄バス Facebook より2014年5月14日、沖縄バス Facebook より、沖縄バス Facebook より、沖縄バス Facebook より、 沖縄バスフェイスブックより飲酒運転抑制目指し4月から深夜バス運行琉球新報を1997年3月20日有力や芸能事務所エンターサポート沖火県内の路線バス各社で導入開始沖縄タイムスオリジナルの2020年5月15日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20200515182514/https:www.okin-a-w-a-t-i-m-e-s.co.jp/articles//136762020 年5月15日閲覧 ?ab 最終値、お知らせ。 消費税増税に伴う、運賃改定について2021年5月26日閲覧、沖縄バスフェイスブックより2016年10月19日、沖縄バスフェイスブックより2017年2月28日ポルト、出版、バスラマインターナショナル67号特集沖縄の、バス2001年夏。沖縄バスフェイスブックより2014年3月5日。 沖縄バス Facebook より2017年9月1日、沖縄バス Facebook より2014年3月5日、バスはどれほど長持ちするのか。乗り物をニュース。2018年3月31日閲覧。 沖縄バス Facebook より2016年7月25日沖縄バス Facebook より2020年9月23日沖縄バス Facebook より2014年3月9日沖縄バス Facebook より2014年3月11日沖縄バス Facebook より2014年3月26日沖縄バス Facebook より <S 2> <S 2> <Spring Bow ls> 2014年5月19日、沖縄バス Facebook より2016年8月2日、沖縄バス Facebook より2014年4月23日、沖縄バス Facebook より2016年2月21日、沖縄バス株式会社 www. com、www.facebook.com2020 年2月1日閲覧、ありがとうございます。